さあ今宵も行きまましょうか札幌東部切断事件急展開を迎えておりますで昨夜、田村親子お父さんと娘さんが逮捕されたというようなお話をさせていただきましたそして、なんと本日母親まで逮捕されたというところでもう本当、急展開。 ではねちょっとその田村ルナさんに触れていきたいなと思いますがまあ幼少期から結構ね変わり者で髪の毛がすごく長かった潔癖症というような情報が上がってきておりましてまあ、変わり者が故になのかわからないですけどちょっと周囲とコミュニケーションが円滑に取れなくて。 割と早い段階から不登校になったそうなんですよ。で不登校になってまあまあまあ中学校は卒業しました高校はとりあえず入学しましたでも中退ですと。でおじいさんとかから「夜間高校通ったら?」とかそういうふうには言われていたそうなんですけどちょっとそういうこと とはせずに家に基本引きこもって特に仕事などはしていなかったそうなんですよまあそのよくよくあるパターンですよねこれまたねどういう因果かはわかんないんですがお父さんは札幌にある病院まあ、中規模大規模の病院の精神科医の先生だったんですよ まあ、主にね入院患者の心の緩和というかそういうところをやっていたそうなんですけどうんーくしくも娘さんが心を痛めてしまったわけなんですがちょっとね医者としてっていうよりもやっぱり親としての視点が強かったみたいでう、まあ、本当娘が可愛い。 娘のためだったら何でもするみたいなことを周囲に漏らしていたそうなんですよ。現実、実際、娘のホテルに行ってね、こう頭部を切断した日、どうもね、送り迎えをしていたそうなんですよ。ただね、どこまでその犯罪に加担していたのか、またね、どこまでその犯罪の 状況を把握していたのか事前っていう意味でね事前事後は大体全部知っていたと思うんですけど事前段階で切断するっていうところまで知っていたのかどうかそこはちょっと定かではないですが今後その辺がね焦点というかそういうものの一つになってくるのではないかと思いますがただなぜ母親までね 逮捕されたののかっていうもしかしたらね頭部を持ち帰った時にそれをお父さんと一緒に母親が手伝ったのかもしれないしその辺はちょっとまだ定かではございません依然としてね残る謎としては引きこもっていた29歳の女性がなぜ62歳と接点を持ったのか そこなんですよ普通ね家に引きこもっていましたあんまり外出しないですよねあんまりね私の印象ではその引きこもっている人またはねコミュニケーションがそんな上手でない人がクラブに行くイメージがあんまないんですよクラブに行って一緒に踊る一緒に 会話をして楽しむ。あんまそういうイメージがないんですが、もしかしたらその可能性もゼロではないとは思いますが、もしかしたらね、私が思うにインターネットとかそういうものを通じて出会ったのではないかとちょっと思ってしまいました。で、その中で何か両者に ここまでのことをさせてしまうようないざこざというかそういったものがあったのではないかと個人的には考えております。で今後、そういったものが明らかになってくると思うんですがなどこで接点を持ったのかそして何が原因で殺害に至ったのかそして頭部はなぜ持ち帰ったのかその辺が、ね、まだまだ謎でご両親の関与はどこまでなのかと。 ただ、ね、一家全員ね、まあ、多分ねお父さんも精神科医だし地位も名誉も金もあるわけなんでまあそれなりにね止めたりとかいろんなことはあったと思うんですがただ加担し,してしまったそういうのを棒に振ってでもっていうのであればどんなレベルでのことがあったのかっていうのが めちゃくちゃ気になるところではございますが今後ほ多分ねここまでの大きな事件ですので報道されてくるとは思います今後もしっかりと追っかけていきたいなと考えておりますのでではありがとうございましたチャンネル登録高評価お願いいたします自分の子供がそうなった時にねどうすればいいのか確かにね自分の身で考えた場合分かんないよね ででも本当何が原因なんでしょう。そしてどこで知り合ったのかもうちょっと想像つかないな62歳ある意味ね自分の性を超えたというかもうそういうジェンダー的なものも超えた世界で楽しんでた初老と引きこもりの29歳でそこで何でそんな凶悪犯罪につながっていくのか 多分お父さんも相当説得しただろうし相談にも相当乗ったと思うんですよだって送ってったわけなんでっていうことは会うっていうことも知ってたわけでしょということは事前に結構なトラブルがあったことは知ってたはずなんですよでもそれを説得もしくは止めきれなかった何があったのかっていうね だってそういうのをさ緩和するプロ中のプロですよ。だとしても止められなかったわけですよ。むしろ一緒になっちゃったわけですから。それがね、どんなおぞましいものがあったのか。ではではでは、ありがとうございました。